スパイダーチャンネル皆さんこんにちはスパイダーの森部です、えー、今日は戦略作りの前に考えるべきことについてお話し,します、えー、このことを戦略を作る前に考えなければ皆さんの戦略はあ全く意味をなしません、えー、逆にこのことを戦略作りの前に考えれば 皆様の戦略はより具体的なものに変わります今日は戦略作りの前に考えるべきことについて一緒に学んでいきましょうまず最初に申し上げたいのは皆さんがアジア新興国に進出をする際に、えー、考えなければならない戦略を作る前に考えなければならないことは皆さんが一体その国でどの程度の規模のビジネスを 何年で作りたいいのかということですえすつまりその国で5年で10億を作りたいのかそれとも5年で100億を作りたいのかこの違いによって皆さんの戦略は大きく変わります例えば5年で10億を作りたいんであれば、えー、その10億を作るための投資はある程度限定的であると。 この図でいうと、A のような曲線で進んでいく。しかし、もし5年で100億を作りたい。現実的に考えて、M、M&A をしないと5年で100億なんて作れません。したがって、B のような曲線で投資が進んでいくと。つまりは、皆さんが一体何年でいくらやりたいのかという目標で、戦略というのは、 大きくく変わっていくのですしたがって皆さんは戦略を作る前にその国で一体何年でいくらやりたいのかということを考えなければならないそしてこの「何年でいくら」というのは前年比105%やるんだとアジア新興国の経済成長の平均が5%だったとして105%ではそれは市場の経済成長スピードと同じ成長なので 何もしててなくても基本的には成長するとしたがって戦略を作る意味は全くないそうすると105%以上の成長110%やるんだ115%やるんだという目標があって、えー、そのための戦略であるべきだしまた競合が年間どれぐらい成長しているのか過去5年間どれぐらい成長してきて向こう5年間どれぐらい成長すると予測されるのかをベースに 戦略を作っていくわけなのでこの何年でいくら望むのかということを考えるということも重要なんですがこのいくらをいくらに設定するのかということもまた重要になるんですそれでは皆さんまた次回お会いいたしましょう